こんにちは。PDA とフランスビジョンでしたっけ？もう忘れましたね。暗号通貨かなんかのビジネスで今回出勤停止があったりとかしてね。まあ私のところにも、SEO 関係ですかね。私がこういう動画を上げると関連動画で騙されたとか、救済策があるとかね。それからチャンスはまだあるんだとかね。なんかまあ様々な動画が関連で上がってくるようになりました。いや、知らなかったですね。こういうものがあったんですね。やっぱ知らないのが一番ですね。何よりの防御っていうのは。やっぱりね、生きてる以上騙されたり詐欺になったりとか、自分が傾いていた、心を傾けていた事業がね、真面目にやったんだけど失敗したみたいなことがあって、損失を出すことって避けられないと思うんですよ。で、肝心なのはその損失をただ損をしただけではなくて、そこから損失以上の何かね、学びとか発見、こういったものを掘り起こしていかないと単なる負けで終わってしまうんですよね。ずいぶん前のことなんですけども、何年も前のことなんですけど、私ね、マトリックスアフィリエイトっていう、そういった情報商材を、アクセスを集める情報商材をね、100万円ぐらいで買ったんですよ。その時はちょうどサイトアフィリエイトをやってる時で、アクセスが欲しかったなと思ってたんですね。で、100万払ってアクセスが集まってくるんだったらいいなと思って買ったんですけども、ただお金を振り込んだらね、講義が何回か来たんですけども、そのままとんずらしちゃいましたね。本当にとんずらしてランボルギーニ買ってるんですよ、その人は。で、アカウントを変えながら活動してたんですけども、私そのアカウントをね見つけて、まあ、コメント書いたりして、しまいにはそのなんかそういう風なね、アフィリエイトやってる人だけのパーティーがあるんですよ。で、そこに行ったら その人と会って、金返してくださいよみたいなこと言ってね、全然送られてこないじゃないかっつって、あ、今調整中なんでとか言って、まあ、逃げちゃいましたけども、まあそうなるとね、その人も、同じ業界に入れなくなって、もう今はね田舎に戻って、まあ、細々と暮らしてるようですね。もう完全に YouTube も Twitter も SNS もやめてしまって、というよりも私がいるんでもう再参入できないみたいですね。まあ、そうなっちゃうんですよ、嘘をつくと。で、私はといえば、同じそのマトリックスアフィリエイトで騙された人たちが私のことをね、知っていてくれて、私の方に集まってくれて、で、速稼塾に入ってくれたりね、一緒にビジネス活動をやったりとかで、結局ね、やられた後でどういうアクションをするか、どういう考え方をするかによって、損失を損失で終わらせずに、そこから学びとか人脈とかスキルっていうのを身につけて、損失を出す前以上にこう高くね、伸びることができるんですよね。まあ、どんなこともそうですけども、破綻しちゃったとか、出勤停止しちゃった、失敗したみたいな時に、まあ、多少のダメージは食らいますけども、そこからね、ダメージ食らう前以上に伸びていかないと、こういうふうにね、こういうふうに伸びていかないと、まあ、何の意味もないですよね。その前提として致命傷を避けないといけないんですよ。こういうふうにちょっと下がって上がる、ちょっと下がって上がるっていう流れの中で、ちょっと下がるじゃなくて、もう致命打やっちゃいましたって言ったら、もう上がる気力もないし、上がるポテンシャルも残されていない、資金も残されていないってことになっちゃうんで、もうそこで終わりなんですよ。ゲームセットなんですよ。退場なんですよね。で、多くの方がそうなってるんではないかと思いますし、退場しないまでもまたね、再起をかけた救済策に乗ってみたら、そこでももっとやられちゃったみたいなんで、こっちでもやられ、あっちでもやられみたいなね、感じになっちゃうと思うんですよ。だからやっぱりよくよく自分の内側に力をつけていかないと、要するに稼ぐ力をつけていかないと稼げないってことなんですよ。まあ当たり前ですよね。稼ぐ力をつけたことがない人が稼ぐノウハウに乗って稼いだ結果なんてないですからね。まあそれはこれからも現れません。まあ例外的にエイダがあったかな。エイダは私はね、稼ぐ力があるかないか分かんない時に、まあなんとなく乗ってうまくいったみたいなね。ああいう宝くじみたいなのがたまに出るから、私が今言ったこともね、説得力ないんでしょうね。稼ぐ力がある人だけに稼げる結果が来るっていうのはね、やっぱり運っていうのもたまに入ってきますんでね。まあPGA かなんか分かんないですけども、ああいうなんかアルファベット3文字のやつは大抵終わってるんですよ。で、まあそのサービスマンからね、営業マンからその話を聞いた時に、これは違うなって思えないといけないんですよ。これだけは大丈夫だっていうふうに思ったら、その先には、詐欺があるんでね。今回本当詐欺にかかっちゃった方、もう人生で二度とかかんないようにね、きちんと自分の見る目を養っていかないといけないんじゃないかなと思いますね、ノックさんね。はい、ということでございます。じゃあノックさんの返信動画でございました。ありがとうございました。